3月31日、いよいよ新マップが来るということですね。はい、おはようございます。寝起きです。はい。起きたらね、新マップの情報来てました。3月31日、こっちから読むか。直訳ですけど。ザ・エアシップですね。飛行船ですかね。宇宙船じゃなくて飛行船がやってくるという感じですかね。で、このマップはこれまでで最大のマップですということで、一番広いマップっぽいですね。うん。だいぶポーラスとかもね、広かったですけど、それよりもさらに広いという感じですね。で、全部が新しいタスクと、新しい種類のタスクですね。スケルドとかポーラスとかとは全く違うタスクっぽいですね。で、異なる開始室。スタート地点が、リスポーン位置が違うって感じですね。なんで会議中だとね、どこからスタートしたかっていうのを整理して、そこから考えていくって感じなんで、スケールドだとね、スタート地点一緒ってことで、まあ、アリバイが成立したりすると思うんですけど、まあ、こう、より、こう、立体的に考えなきゃいけないという形になりますね。うん。で、あとは、予備勘定システム。まあ、なんですかね。勘定アカウントか。アカウントシステムが、まあ、なんか予備的な、なんでしょうね。なんか、追加されるんですかね。準備段階のアカウントシステム。まあ、新しいアカウントシステム。まあ、なんでしょうね。これは、追加されてからもいいかな。で、まあ、さらになんかあるという感じですかね。はい。で、まあ、12月のね、11だったかな。この動画がね、言ってましたね。はい。で、一応ね、無料の帽子。もう PV 出た段階で、この動画はね、出た段階で言われてはいたんですけど、この帽子とひげがセットになってるものとか、このね、新しいこの色の紫シルバーの新しい、色と、これも新しいですね。これも新しいやつですね。帽子が追加されるということで、スキンがね、どんどんね、もっと追加されるといいですけどね。この金髪のやつも追加ですかね。はい。で、あとは、うん、まあ、5人チームでね、やってて、すごく大変だったみたいな話ですね。はい。すごくね、大変な時期に、急にね、来て、まあ、大変だったと思いますね。新しい人を雇うっていうのもなかなか、大変、途中でね、入った人もいるっぽいですけど、なかなか大変でしょうからね。5人で完結してたものをね、新しい人に、また一から教えるっていうのも大変でしょうからね。他のゲームにはなかなかないシステムでしょうしね。まあ、こんな大変な時期にね、アップデートしてくださる。日本語もね、先に追加してくださって。3月31日だとね、また違ったかなっていうふうに思うので、先にね、出してくださって、本当感謝しかないですね。で、新マップを追加ということで、ぜひ皆さん、アマンガスの動画とか、配信とかでしか見たことない方は、結局、それって、開発者さんへの還元には届いてませんので、ぜひ、全くプレイする予定がなくても、アマンガスを楽しんでるよって方は、ぜひ、開発者さんへの還元だと思って、500円ですんでね、ぜひ、全くプレイする予定なくても、買うだけ買っていただけると、やっぱりこういうね、アップデートとかにも繋がってきますし、開発者さんへのね、還元にもなりますね。ぜひ、買うだけ。で、もうそこに置いとくだけでもいいので、ぜひ買っていただければと思います。で、こちらですね、3月、じゃあ12月のね、11日の、動画ですね。おさらいですけど、飛行船ということで、はい。で、これ色ですね。色と、この新しい。これもヘッドフォン付きの帽子。帽子みたいですね、全部ね。これも全部、全部新しいのかな。これ以外新しいかな。この、黒のやつ以外は。いいですね。ピンクの帽子からね、黄色の帽子が可愛いですね。かなり広いと。ですね。うん。で、ここですね。新しいタスクと。これも新しいですね。で、これ、はしごですね。はしごがどういう風に機能するのかって感じですよね。はしごの最中キルするとか多分できないと思いますね。おそらく一人ずつしか、使えないので、
それがまたアリバイになったりとか、あとは、それをすることによって新しく出る情報とか、いう風になるんですかね。一人ずつなんで、その時は犯行無理ですとか、その時降りてるのを見られてるはずですとか、あるいは、そのインポスターの人がそこを通ってたって言ったら、いや、その時間、私がはしご使ってたんで絶対無理ですとか、いう風になるんですかね。これ動く床ということで、これもね、なんか、キルの兼ね合いとかね、なんか結構難しそうですよね。ドアも閉まりそうですね。ベントもあるのか。うん。結構新しいタスクかな。はい。で、これは何なんだろう ?O2。いや、O2 ですかね。うん。いや、O2 はないか。飛行船だから、リアクターとかですかね。2箇所離れた位置。この床、移動式の床から離れた位置からの、ですね。ダウンロードはあるっぽいですね。うん。で、新しいキルエモートという感じですね。はい。うん。楽しみですね。3月31日ってことで。なんかね、4月1日、エイプリルフールと、多分日本時間だと重なるので、その辺の兼ね合いもちょっと気になりますね。ということで、はい、これですね、カミングアーリー、早めにね、2021年の早めに出すよってことだったんですけど、12月に出たんで、日本のね、企業とかだとね、1月とか2月とかなるのかなっていう、日本人の感覚だとね、そういう感じなんですけど、まあ、海外のね、感覚だと、多分5月とかになるんじゃないかみたいな感じで、ね、思ってる人も多かったですけど、まあ、案の定4月って感じで、日本人からするとちょっとね、遅すぎやろって感じですけど、まあ、もしかしたら向こうからすると割と早い方なのかもしれないですね。はい。感じで、まあまあまあ、こんなね、すごい大変な時期に、ゲームのね、開発とか進めるのすごい大変でしょうけどね、本当はプレイしてくださって本当感謝しかないですね。ありがとうございます。はい。ぜひともね、還元していきましょう。もしね、すでに買ってる方は、ダウンロードコンテンツ買ったりとか、いう風な感じで、ペットをね、買ったりとかいう感じで、還元されてはいかがでしょうか。って感じで、あとあれらしいですね、なんか、アマングアスじゃなくて、アモングアスだ、みたいな。日本語発音だと、アモングアスだよ、みたいな感じで、正式発表も出たみたいですね。僕はアマングアスって言いますけどね。フルで言うときはアマングアスって言って、略すときはアモアスって言おうかなと思いますけど、まあ、アモングアスが一応正しい公式見解でらしいですね。まあ、なんか、新マップの情報とか、これ PV 見ててなんか発見があったよとか、あと情報を漏らしてるよとかあったら、とかね、あと感想とか、なんかいろいろありましたらコメントの方書いていただければというふうに思います。あ、これはもう新しい帽子かな。うん。いろいろ発見があるかもしれないですね。また今後のね、アップデート情報とかもね、要注目という感じで。こんな感じですかね。はい、ということで、まあ、新マップの情報でした。これからもね、またご視聴、よろしくお願いします。また情報が更新されたらね、なんか、発信していければと思います。じゃあお疲れ様でした。バイバイ。